今回は中村すみれ二段のネット碁の対局を解説したいと思います。黒番が中村二段で、白番が日本のプロの方ですね。すぐに三々ですね。で、ここで白手を抜きましたね。足早な棋風ですね。で、挟みました。で、この時に、こちらにつけていった手が面白い一手でしたね。で、ここの出切りが気になるんですけど、白すぐにやってきましたね。まあ、この戦いがどうなるかなんですけど。ツケから、かけていくのは手筋ですね。で、この時ですね。この羽がですね、めちゃめちゃいい手でしたね。これは、白に、どういう風に、受けるのかっていうのを先に、様子を聞いてるんですね。これ、例えば白が次ぐらい打てば、まあ、次に黒から切る手がありますので、まあ、白は何か受けないといけないんですけど、まあ、次ぐらい打てば、まあ、押しか、まあ、桂馬ぐらいになるんですね。で、それであれば白も取りぐらい打って、まあ、黒も行って、守って、という別れなんですけど、この黒の羽と、白の次の交換が黒の利かしになってるので、こういう形になった時に。これは黒が不満のない別れなんですね。まあ、実戦は抑えましたね。それから切っていきました。で、白が頑張ったので、今度は真ん中を助けましたね。で、この羽が大事な一手ですね。なんか隅の方とかを頑張ってしまうのは、まあ、一回、押されまして。まあ、ここが厳しいんですよね。この下に飛び下がっていく手が。これが先手で効いてしまいますんで、まあ、これが、切り取りぐらいになりますんで、まあ、こういう風に付けぐらいで動き出されて、結構下辺の行き方が小さくて白が不満ですし、まあ、隅の白も弱いし真ん中の白も弱いので、これはちょっと白が苦しい戦いなんですね。まあ、ここ隅いって守っても、まあ、次、まあ、いずれ次とか打った時に、まあ、後にこういうコスミ、黒ここの差し込みが先手で効きまして、こういう下がりとかコスミが下辺の白に対して効いてくるので、隅の白相当弱いんですよね。こういう手が効き筋なので。なので、ここの下辺の2子取っておくのは非常に大きいところなんですね。で、実戦はこういう別れとなりましたね。で、ここで手堅く隅一手入れましたね。まあ何も打たないと隅簡単に白に動き出されてしまうんで、まあ飛びとか打つ手もあるんですけどね、まあ簡単に、まあなんかコスミぐらい打てば簡単に手になりますんで。まあ一手手堅く守りましたね。ただこれ一手守ったんですけど、まだ白からこういう風に跳ねてく味が相当あるんですよね。なので、確定地かどうかはまだ難しいですね。確定地とは言えないかもしれないですね、隅の方は。で、実戦はこういう別れとなりましたね。まあ白としてもね、まあ、隅まだ黒の確定地とは言えないですし、
真ん中のところもいいところ白跳ねてますんで、まあ形勢はいい勝負かなと思いますね。でここで手を抜いた判断厳しかったですね。まあここ受けぐらいが相場なんですけど、受けててもいいんですけど、本手なんですけど、まあ実戦積極的な手ですね。結構難しい打ち方ですね、これは。で、ここで白が様子見ましたね。で、黒切りとなったんで、これは手が残りましたね。まあ白がこういう風に当てを打って、まあすぐにはこれ打たないですけど、当てを打って下がりを打てば、まあ簡単に手になりますね。押さえにかけ継ぎで。これで生きてますね。まあ今すぐ打つのはまだ小さいので、タイミングを見てですかね。こういう狙いが残りましたと。これ絶妙な様子見だったかなと思いますね。で、上から打ちましたね。で、この時ですね。これ面白い一手でしたね。これなんか三々とか入ればすぐ、生き入れるんですけど。生きに行かないで、ここから、上から利かしに行ったのが面白い手でしたね。この打ち込みが、おとりだったんですよね。これなんかここから動くと見せかけて、上から引かして、この上辺の黒石に対する援軍、あと真ん中の黒に対する援軍になってるんですよね。で、それから右下に守る手順に黒が回りまして、打ち回してるような感じですね。かなりうまく打ってるかなと思いますね。で、右辺から戦いが始まりましたね。で、この時に2線で渡りに行かないで押していった手が厳しくていい手でしたね。で、こういう風に分断して。まあ、切りは、まあ、最悪こういう風に当ててって、まあ、3目捨てればいいですので。まあ、右辺の3目取れれば黒地が大きいので。切りは心配ないんですよね、すぐには。なので、こっち打った手厳しかったですね。これ白も弱いので、黒戦えますね。で、繋がって、これなんか黒の感じが出てきましたね。白は一気に行かないといけないんですね。まあ白がね、何か打ってる間にね、まあ真ん中に多少黒地がついてますんで、まあこういうところね、取れたの大きいですからね。まあ黒が得してる攻めかなと思いますね。で、ここで白は行きましたね。で、また黒が先手を取って、三三。右下も黒が先手で回りましたし、左上もね、手抜いてたんですけど、黒が先手取って三三に回ることができたので、まあ、この時点で、まあ、これで黒生きれますんで、まあ、黒が少しポイントを取って、黒が少しポイントを取って、優勢になったのかなと思います。で、この方は、最後まで打たれまして、黒の一目半勝ちとなりました。まあ、非常に細かい碁だったんですけど、中村二段の名局だったかなと思います。というわけで、今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。